こんにちは、コロピーです。今日は ASMR 画角なんですが、 ASMR はしません。でも ASMR なんかできそうですよね。なんかあの ASMR してほしいみたいなコメントが来てて、何したらいいかわからないんですけど、なんか希望、何これやってほしいとかって言ってくれたらコロピー頑張ってやるので、よかったらなんかこれやってくれとかって言って、もう具体的に言ってほしい。なんかゲームしてほしいっていうのも来てたんですけど、もう何やっていいか分かんないから、なんかコロピーにできそうなやつで、なんかやってほしいってやつ。じゃあどっちかって言えばやってほしいじゃなくて、これならコロピーできそうじゃないってやつを言ってほしいです。で、今日は全然 ASMR じゃないんですけど、なんかコロピーのお友達の話しようと思って、コロピーが言う友達って言ってる人はもう一人しかいないんですよ。なんでかっていうと、学生の頃は頃もちゃんと友達いたし、なんかなんだろう、ご飯に行ったりとかはしてる子は何人かいるんですけど、もう何日常的に LINE やり取りして、で絶対定期的に会ってる子が一人しかいなくて、でその子と今度テニミュに行くんですよ。その話チラッとしてたんですけど、でなんかその私たちってなんかノープランで遊ぼうって行くと本当に何も決まらなくて、なんかグダーってしちゃうんですよ。だから一応なんか会う日までに一応なんかどういうとこ行こうとか、どういうとこ行こうとか、なんとなくの計画を立てようねって話すんですよ。でそのテニムがあるから電話したんですよ。でそしたらその日の話はもうなんか結構適当にここで行くね、ご飯ここで行くねとか、なんかすごい適当に話して、でもう雑談に入っちゃったんですよ。で雑談してたらなんかコロピーがふとなんかホロライブの切り抜きを最近よく見てるって話をしたんですよ。そしたらその子もなんかここ1ヶ月ぐらいホロライブハマってるって言ってて、誰が好きなのって話になって、そしたらあ誰が好きってコロピーに聞かれたの。コロピーが先に船長とかって言ったらってなったんですよ。わかるって、なんかその子とはなんか笑いのツボがすごく合うし、なんかなんだろう、話しててすごい楽しいんですけど、なんかハマってるものが被ってることが本当になくて、だからこっちがハマってるものをハマってくれたり、なんかそっちをしてもらうことが多いんですけど、その子のハマってるものをコロピーがハマったりって言おうと思ったんですけど、ちょっと具体、それもある、これ面白いよって教えてくれたからコロピー見るみたいな、そのなんかハマるコンテンツを合わせていくってことはしてたんですけど、もうコンテンツが被っちゃったっていうのは本当に初めてで、すごい感動してて、なんか船長の切り抜きを見て、船長トークが面白いよねってなってて、でコロピーはなんかホロライブすごい興味があるんだけど、誰からハマっていいかわからないって状態だったから、ちょっといろんな子を見てみてて、その中で船長気になるなって感じだったんでしょう。でそれでその友達もなんか船長が好きって言ってたから、あと船長とあと団長も好きって言ってて、
コヨピもわかるって言ってたんですけど、あともう一人誰かって言ってたんですけど、それ忘れちゃったんですけど。だからちょっとまあ3期生のやつをいろいろ見てたんですよ。でしたらなんかもうなんか切り抜きだけじゃなくて、もう切り抜きじゃなくてもう本編見に行きたくなってしまって、なんかもうどの切り抜き見ても面白いから本編見ても面白いだろうと思って見に行ったら本当に面白くて、でなんかなんかいろいろ見たんですけど、なんか直近の船長のなんか雑談のやつを見てたら、なんかペコちゃんからなんか物もらったんだけど、なんだと思う、君たちなんだと思うって言ってて、なんだろうと思ってコロピアの料理作りながら聞いてたんですよ。そしたらひそかのナンバープレートもらってって言われてじゃない、言っててなもうわかるかと思ったんですけど、コロピめっちゃハンターハンター好きだから、船長ハンターハンター好きなんだと思ってめっちゃ嬉しかったんですけど、でその本編はその友達見てないかもしれないから、なんか船長がこんな風に言ってたんだけど、なんだと思うって聞いたら、わかんない、ナイトブラって言ってたんですよ。でナイトブラはその友達がコロピーにくれたんですよ。それうちらじゃんかいってツッコミ入れたんですけど、でなんかひそかのやつらしいよって言ったら、わかるかみたいな言ってたんですけど、でそういう話があって、でまた次の日コルフィーがまた船長のなんか別の雑談の配信見てたんですよ。そしたらラミーちゃんからかな、なんか使用済みのナイトブラをもらったって話をしてて、複製回収うちらの会話の複製も回収してくれてたんですよ。時系列違うんですけど、なんかそれがコルピーめっちゃ嬉しくて、でまたなんかなんかホロライブにハマってるんで、ホロライブとかの話もしたいんですけど、その前にコロピーのそのお友達の話をしたくて、でなんかもうこの辺に溢れてるのは全然関係ないんですけどその子からもらったタンプレをちょっと紹介したいなと思って紹介する動画になりますちょっと一旦切るね。でそのタンプレの話紹介しましてたんですけど、その2人で一緒にハマったっていうのがいかにすごいかって話をしたくて、その最初なんかその私も友達もそのアニメとかが好きっていうそのシンパシーでちょっと仲良くなって、その時に一番最初に話したのはアイマスの話だったんですよ。なんかコロフィーもアニメ見てたし、友達もゲームはしてなかったのかな、アニメ見てたし、でそれで話して、でも2人ともやっぱりちょっとアイマス時間経っちゃってたから一番好きとかって感じじゃなかったんですよ。でなんかじゃあお互いで一緒にハマれるものを探そうって言って、スマホのアプリを入れて、でそれでも一緒に楽しんだりとかしてたんですけど、だからそのレベルだったんでしょ。でそのちょっと会えなくなってから、なんかその友達がテニプリハマってくれたり、ジョジョハマってくれたりして、なんかちょっと話せるものが増えて、その子めっちゃアニメ見てて、だからなんかこれ面白いよって言って教えてくれた。なんかその時ちょっと時系列変わるんですけど、そのスタミ面白いよって言ってくれて、ちょっとスタミをコルピも見てみて面白いって言って一緒にハマったりとかしてたんですけど、なんか
そのあとその子がずっと8割ちゃんアイコンにしてたんですよ。だからコロピオもう8割ちゃんはその子のイメージだったんですけど、でなんか、まあ、その子が好きだから見てみようと思って、あのちいかわかわいいと思ってハマったりとかはしてたんですけど、でなんかそのホロライブってもう結構3年くらい経ってるから、なんかそのなんか今ハマるっていうのはだいぶ珍しいんじゃないかなと思ってて、でだから私もハマりたいけどなんか一緒に話せる人もいないだろうしどうしようかなぐらいで思ってたんですよ。で友達もそうやって思ってたらしくて、でホロライブ今ハマってるけどなんかこれは誰にも言わないかなみたいな、誰も話せる相手いないかなぐらいで思ってたらしいんですよ。でだからコロピーが自分からホロライブって言わなかったら友達ホロライブって言うつもりなかったらしくて、でもなんかあの一緒のものハマれるのはすごく嬉しくて、でなんか LINE の分量がなんか多くて、でなんか一時期は1日1やり取りぐらいしてたんですけど、最近1週間に1やり取りぐらいになってたんですけど、あのもう本当に LINE の分量じゃなくてもう一気にもう20とかこっちから送るとき30とか送ったりするんですけど、そういうなんか独特なやり取りの仕方をしていて、その遠くに住んでるからそうなってるんですけど、その頻繁に会えないからなんか話したいこと本当に話すみたいな感じだから、その話題ごとにあの一気に20ぐらいの、いや20もいかないかな、がいくつかの話題を同時並行でやり取りみたいな感じなんですけど、でもそのホロライブっていう共通の話題ができてからあのなんか1日に 3,4 回やり取りするぐらいなんてそれめちゃくちゃ嬉しいんでしょ。ではその嬉しいって話をしたかったと。でだから今回あの皆様にこのもらったタンプレ紹介をしようと思って、でその友達にはこの YouTube のチャンネルのことを教えてなくて、できればあのなんだろう、もうちょっとあのチャンネル登録者数がドーンと増えてから最低でも10万できれば30でもちょっとなんか50とか70とかいってないとちょっと恥ずかしいなと思ってるんですけど、まああの言ってないので勝手にあのいつも見てくれてる皆様にこんな友達と仲がいいよって話をできてるなと思って、そういう動画になっておりまっする。まっする。はい、ということで時系列はバラバラなんですが、まずこの今来たあったけえこの8割ちいかわリバーシブルパーカーですね。これはピーチジョンから届いた結構しっかりしたものを送ってくれまして、めっちゃお気に入りです。お気に入り。あとはこれマジで感動したんですけど、コロピーが加湿器欲しいなーって思ってた時に加湿器送ってくれたの。これ加湿器ね。そうなんかこの下になんか水の試験管みたいなものに水を入れて挿してこう USB やるとボーって出るんですけど、今試験管どっか行ってしまったからあのペットボトルに挿してるんですが、大変大変感動いたしました。あとはこれエトボスのポンポンチークですね。あのこの年は大変あのお互い適当になっておりまして、何がいいって言われてもう実用的なこれが欲しいって言って、そしたら送ってくれました。でまた別の年なんかいくつか細かいものをセットで送ってくれた年とかもあるので、あの
あれなんですが、でこれはリップで、もうあとこんだけしかなくて、だからちょっと最後まで使いたくないという気持ちがあってこれだけ残してるんですが、でもこの中に花が入ってるのがすごく気になるから、あの使い終わったら花どうなったか教えてねって言われてるんですけど、あのコロピーがちょっと最後まで使うの惜しいなっていう、このコロピーのあのなんか何ですか、こういう考え方をするんですよ、最後まで使えないみたいな。あのお母さんによく怒られるんですけど、なんで最後までさらえて回んのいなって怒られるんですけど、その精神が今ちょっとこれにも現れてるんですが、ちょっと花が入ってるんですね。だからこの真相を知りたい気持ちもあるんですが、最後まで使い切りたくないという気持ちもあって、このような形になっております。結構バラみたいなの結構ね好きなんで、ね、多分ね、でもコルビーがあのマイメロが好きなの知ってるから、このマイメロを送ってくれてるんですよ。でね、もう一個このマイメロのシリコンのガマ口を送ってくれてたんだけど、ちょっと今パッと出てこなくて、でちょっとなんかこの辺で写真とかで載せれたらいいなと思うんですけど、それもめっちゃ嬉しかった。でコロピーのマイメロ生首シリーズっていうのがあって、これ100均で買ったのと、これはその友達とは関係ないんだけど、これは高校の頃に自分で作ったマイメロで、これがね中学の時のお友達が送ってくれた、これめっちゃ可愛いの、あ落としちゃった、これめっちゃ可愛いの、これ一番クオリティ高い。でこれはなんか島村の福袋に入ってたマイメロ生首、このポシェット、これ一回も使ったことない。ポシェットってこんないつ使うんや中学生でもちょっと恥ずかしいぐらい思ってたからね、なんかいつか使えたらいいんですか。ちょっと手作りのやつちゃんと、何台ちょっとわかんないですね。マイメロこれかわいいってな感じで、コルピーマイメロが好きっていうのを知ってて、このコルピーマイメロ生首シリーズのことは知らなかったと思うんですけど、それの一員となる生首を送ってくれました。でこれめっちゃ嬉しかったんですけど、クマちゃん、まあ一回も出してないんだけど、ハーバリウムを抱えた白いクマちゃん送ってくれました。もうコロピーの好みがよくわかっているね皆さん見ていただいてわかる通り、あのあんまりこういうのが好きみたいなの言ってなかったんですけど、なんかわかってくれてるんです。でこれはカレンダーですね。これめっちゃ可愛くてさ、これもう未だに捨てれないのでござるよ。かわいいの。すごいセンスがいいの、うちのお友達は。ドガンドガン。私のお友達はセンスが良くて、だからそういう風なコロピーの好きなものを分かってくれてる。あと今も使ってるんだけど、高校の頃のお友達がこれ送ってくれてるの。コロピーずっとマイメロ好きなんだよね。でこれを送ってくれた人もいる、かわいいってな感じで、あのなんか人からもらったものを。これは職場の女性の
先輩がタンプレでくれたんだけど、前も言ったけどさ、まあ嬉しいよねプレゼントって。これは全然自分で買った、この子も自分で買った。そんな話でした。まあたまにちょいちょい友達がって出てきたらその子の話ですね。で、あのこっちのストーリアちゃんは、あのコロピーがその友達と一緒にあの大阪に旅行に行った時に、なんかあの絵描き屋さんあるって言って、その時ノープランだったんでしょ。ノープランだったからもう無駄ってて、ちょっと楽器見てきていいって言ったら、え、いいよって言ってくれて、待っててくれて、その大阪の旅行なのに30分くらい待ってくれたのかな。でもできるだけ急いで決めたんですけど、もうこれ本当にいいと思ったからその時お迎えしたんですけど、めっちゃ優しいお友達なんですよってな感じで。コロピーのお友達の話でした。コロピー基本陰キャだからさ、なんか結構他の友達とかも仲良くしたいんだけど、あのなんか地元の友達とかはちょっとね、あのちょっとあんま仲良すぎるといっぱいあったりとかしなきゃいけないでしょ。なんかそう思うとちょっと億劫になっちゃったりとかして、なんかなかなか会えなかったりするの。てかもうどっちにしろ今もみんな忙しいだろうからさ、そんなこともないんだろうけど、会える時に会っとけばよかったんだろうけど、なんかね結構ね陰キャのねインドア派のねクソだからね、なんかあの全然こうなんか何めっちゃこう険悪みたいな感じとかにはなってないんだけど、まめに連絡みたいなのができないから、だからそのね今紹介したお友達はなんかそのコロピーとこの LINE のペースがすごいね合ってて、その既読つけたままなんか1週間くらい返信してなくても、なんかお互いそういうことをするからあの平気なの。なんか別のあのこの間一緒にご飯行った子はもう結婚してるんだけど、なんかその彼氏ってか今の旦那さんもすごいもうめっちゃ返信してくれないと嫌だし、その子自体もそうなんだって。だからその子とさもうめっちゃ仲良しみたいな風にしてたらさ、もうずっとこう LINE のさ返信めっちゃ気使ったりとかしなきゃいけないじゃないか。その子のことは好きなんだけど、その LINE のペースとかが合わなくて会う頻度とかもちょっと少なめとかになってるんだけど、だから基本コルビーがズボラなんだよねそれでも全然 OK ってなってくれてるのがとてもグッドっていう感じですね。だから切れてしまった、そのなんだ、まあその子が好きなんだあのレズとかではなく友達として。でもなんか一時期さ、これコロピー本当にレズなんじゃないかって悩んだことがあって悩む必要なんかなかったんですけど、なんかその子のことが本当に好きで、だから他の人に対しても興味が湧かなくて、コロピーレズなんじゃないかなってめっちゃなんか心配になってたんですけど、なんか別にそうだからといって結婚したいとか絶対ないし、あのなんか付き合いたいとかも思わないから、別にはそれが友達なのかもしれないんですけど、友達と別に変わらんっていうか、あのなんか好きっていう感じって難しいですよね。でなんかやっぱ今その子はやっぱり特別あの大好きだし、もう一番仲良しなので、それはもう事実として。でもその学校のなんか学校行ってた頃、小中高と行ってた頃に仲の良かったお友達も本当は好きなんだけど、なんか会ったりできてないからちょっと寂しいなっていう思いと、もう実際会うってなると自分はインドア派だからちょっとあの実際会うってなるとちょっとなんか緊張するし億劫になったりするし、なんかもどかしいみたいな気持ちがあるんですけど、なんか分かってくれる人がいたらいいなと思って話してるって感じですね。
から、まあ、今実際あの友達はもう一人みたいな感じになってますね。あのだから、まあ、まあ今一番 YouTube にあの力を入れているので、皆さんにあの愛情注げたらいいかなと思うんですけど、別に愛情って言ってもそういう愛情じゃないよ。なんかあのまあ信頼関係を結んでいけたらいいなと思うんですけど、でだから余計に話す動画出してるっていうのもあるのかな。まあちょっと歌を歌えないから、もうそろそろ歌えると思うんですけどね。なんかちょっと歌うのがちょっと緊張するんですよ。実際歌こんなに時間経ったのに歌が思うように歌えなかったらショックすぎる、踏み出せないみたいな、若干そういう、あとこう1万人にももの人に登録していただいてしまったあの責任感、いや責任感っていうか、なんだろう、まあ今まで通り適当な動画上げられないっていう思いもあったりして、でもなんだかんだ言ってそんなに視聴回数はないから別に心配しなくてもいいんですけど、なんだこの話は。まあちょっと変な画角だったね。カレンダーもう一回紹介しといて、差し替えるわ。かわいい。全部かわいい。なんかさっきカレンダー紹介してるとき変だったから、あのちょっと差し替えるかなんか考える。まあなんだろう、まあ一人、なんか一人だとちょっとあれか、まあ家族と友達とおればいいや。まああの何ですか、今ホロライブにハマって、でそれが友達と共感できて嬉しかったっていう話で、ちょっと皆さんに友達 を紹介したかったかなっていう思いで、したかったかな、うんしたいなっていう思いで、あのその子が送ってくれたものを紹介するという動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。してくださってる方は高評価とか、あとまあ、コメントとかしてくれると嬉しいです。バーイ。